皆様こんばんは。 MBD アンダージョン運営者のミミカモフと申します。本日は最新ホラー映画の中でも群を抜いての問題作、プー悪魔のクマさんを紹介していこうと思います。今回も特徴を3つまとめて紹介いたします。それでは早速あらすじからどうぞ。当チャンネルはホラー映画好き VTuber が最新ホラー映画からマイナー映画に至るまでホラー映画の魅力を紹介するチャンネルとなっております。ホラー映画好きの方もそうでない方も少しでも楽しんでいただけましたらチャンネル登録高評価何卒よろしくお願いいたします。100エーカーの森には不思議な住民たちがいました。異種交配により生まれた怪物たち、フクロウのオール、ウサギのラビット、豚のピグレット、ロバのイーヨ、そしてクマのプー。そんな彼らと出会った少年クリストファー・ロビン。クリストファー・ロビンは彼らに食べ物を分け与え、彼らは仲良く冒険に満ちた楽しい日々を送りました。ですがクリストファー・ロビンは少しずつ大人になっていき、青年になった彼は大学に行き姿を現さなくなりました。プーたちはクリストファー・ロビンから食べ物をもらうことができず、厳しい100エーカーの森では食べるものもなかったので、飢えとクリストファー・ロビンに見捨てられた悲しみに苛まれ続けました。そして極限まで飢え、死の淵をさまよったプーたちは仲間のイーヨを食べることにしました。仲間を殺し食べたことでプーたちの中で何かが壊れてしまいました。彼らは自分たちを捨てたクリストファー・ロビンを、そして全ての人間を恨み、本当の怪物へと姿を変えてしまったのです。こんな方におすすめというのが、まずはプーさんが好きな方。良くも悪くもプーさんに思い入れがある人が見た時に不快感を感じるのか、それとも好きだったプーさんがこんなおぞましい姿になってしまったというところにいびつな興奮を覚えるかに二分化される映画だと思うんですね。なんで前提としてまずプーさんが好きな人が楽しめる映画になってると思うので、プーさんが好きな人にまずおすすめしたい映画ですね。で、二つ目がスラッシャーホラー好きの方。王道のスラッシャーホラー映画になってるので、プーさんを好きな方でスラッシャーホラーが好きな人はめちゃめちゃ楽しめるかもしれないです。で、最後がもう不謹慎な作品が好きな方。この映画はとにかくコンセプトからして不謹慎極まりない映画なんですよ。著作権がパブリックドメインになった瞬間に湧いてきたまるでウジ虫のような映画でございますので、そういったおふざけ、悪ふざけや不謹慎なネタがもう大の好みだという方はもう絶対この映画面白いと思います。今作では著作権がパブリックドメインになったプーさんのキャラクターたちが登場するんですけども、フクロウのオール、ウサギのラビット、豚のピグレット、でロバのイーヨと、そしてクマのプーさんでございますね。で、このメンバーを見た時にあれと思う方もいるかもしれないんですよ。ティガーはどうしたんだと、虎のティガーはなぜいないのかというところなんですけど、彼はですね、ただ夢の国の著作権が切れていないので実装できないんですよ。なのでティガーはいません。よかったですね、ティガーファンの方。そしてですね、今作ではフクロウのオールとウサギのラビットとかもいるんですけども、出てくるのはプーさんとピグレットしか登場しないです。なんでなんでしょうね。オールとラビットはなぜ出てこないのか、まさかとは思うんですけど、続編作ってラビットとオールを登場させようとか考えてるんでしょうか。身の毛がよだちますね。それはさておき、今作のプーさんはですね、もうよだれを垂らして蜂蜜と人間の血をすする不気味な化け物になってます。ピグレットなんかはもう完全に野生化して、もはやピグレットとかよりもなんかほとんど豚というかイノシシになっちゃってるんですね。イノシシピグレットがハンマーと鎖を振り回し襲い来るというのがこの映画で、メインはプーさんとピグレットが人間を襲うという映画になっております。そもそもプーさんのゴアなんていうものはもう想像できないものだと思うんです。
ですね。そんな中でじゃあどういう展開でどういうゴア表現やどういう殺戮シーンが展開されるのかと言いますと、基本的には13日の金曜日のジェイソンをプーさんっぽいやつに変えたっていうのがこの映画のあり方です。なのでスタンダードな襲い方とゴア表現が展開されていきます。個人的にこの映画のゴア表現、残虐描写で好きだったところは、極限の上からプーさんたちはイーヨーを食べてしまってるんですよね。しかしそれは仕方ない選択であって、イーヨーを失いたかったわけではないんですよね。そんな彼らはイーヨーのトレンドマークの尻尾をムチに変えてて、そのイーヨー製尻尾ムチでクリストファー・ロビンをしばきまくるプーさんのシーンがあるんですけど、私はこのシーンがもう最高に最低で不謹慎極まりない、プーさん好きに本当に唾をかけるようなシーンになってて、もう大好きなシーンでしたね。本作は幼少の頃のプーさんの思い出に唾を吐く真っ向からの悪ふざけから始まった作品なんですが、プーさんに思い入れがある人からすれば、もうありえないプーさんが面白く映るか気分が悪くなるかの二択なんですよ。仮にプーさんに思い入れがない人からするとシンプルすぎるスラッシャーホラーになってしまうんですね。なのでまあ、ある種シンプルなスラッシャーホラー、王道のスラッシャーホラーが大好きだよという方にはとても面白く映るかもしれないんですけど、ちょっと味気ないものに映ってしまうかもしれない。そういう点からもこの映画ならではの要素は本当にプーさん頼りになってしまっているのは否めないので、本当に人を選びすぎる作品として、逆にここまで人を選ぶ作品なので興味深いと思う方も多いと思います。ちょっとでも気になった方はぜひ見に行っていただければいいんじゃないのかなと私は思います。ということで本日は問題作ホラー映画プー悪魔のクマさんを紹介してまいりました。気になった方はぜひとも映画館に足をお運びいただき、ご覧になっていただければ幸いです。それでは本日はここまで。皆様お付き合いいただき誠にありがとうございました。